優しいね。こうやってね、本当にいい関係ですね。まあ、ジン君の方が強いですけどね、こうやってね。ほら。スキルが違うんですよ、スキルが。ああ、舐めてますね。そして逃げる。皆さんおはようございます。こちらにいるのはレオくんです。ちょっと急なんですけれども、レオくんのですね、よいしょ、レオくん話し合って行くそうです。急遽なんですけども、レオくんのですね、去勢の手術を行うことになりました。本当はちょっと1歳までもうちょっとね、体の成長を待っておこうかなと思ってたんですけれども、まあちょっと、まあいろいろありまして、もう急遽することになりました。まあ、ジン君もですね、まあその、にゃんこのね、男の子っていうのは尿道がね、こう直角になってるので、早くにね、去勢してしまうと、その、後々ね、その、尿道の方のね、まあ、病気になるというか、そういうリスクもあってですね、まあそれはもう各家庭でそれぞれ考えてされることだと思うんですけれども、早くにね、男の子がそれをしてね、後々詰まってしまって、うん、大変なことになるっていうのもあるので、まあ、それはね、もうメリットデメリットはいろいろあるとは思いますけども、うちではね、男の子たちの去勢手術っていうのはちょっと僕はもう遅めにした方がいいなと思って、あと体がですね、しっかり骨の発育とかですね、体の発育とかもやっぱりね、手術してしまうとちょっとこう鈍化してしまうっていうかね、そういうのもあるらしいので、でジン君そしてレオ君は送らせてやってきましたが、でりょうくんはもう1歳までと思ってたんですけども、もう実はですね、僕がよく行く、そのこれまでね手術をしてきた、まあその病院さんはですね、結構ね、予約とかしてもね、もう1ヶ月2ヶ月待ちとかだったりもするんですけど、ひょんなことからもうちょっと予約が取れましたので、まあ多分キャンセルとかね、まあそういうのもあると思うんですけども、なので、今日じゃないんですけどね、レオ君は明日手術をすることになりました。おーって言ってんの。で、ジン君とレオ君は、まあ、こうやって仲良しなんですけども、まあ、おかげさまでですね、まあ、ジン君もですね、これだけしっかりしたね、骨とそして、体つきもですね、立派に成長しているのも僕は良かったかなと思います。そういう目的だったので、僕はこれでも皆さんね、うちがそうしたからといってその正しい間違いとかじゃないと思うので、もうね、飼い主さんそれぞれの考え方があると思うんですね。まあおかげさまで本当にこうやってね、立派な体に成長しているので、りょうくんもですね、後を追うようにめきめきと体の方も成長してますしまあでも多分血統的にはいずれ
ジン君を追い越すんじゃないかなとは思います。なんとなくね、そのノルウェージャンフォレストキャットの血がちょっとどっかで混じってそうなんですよね、りょう君は。あの足がね、あのジン君の足とりょう君の足ね、りょう君の足の方がね若干大きい気がします。すでに体重的にはね、あのジン君の方が大きいんですけど、体も大きいんですけども、足の形がね結構ね頑丈なんですよ。でスーちゃんも頑丈で、ジン君と今いるクロちゃん、トライアルまではちょっとうちにいますけど、クロちゃん、ジン君とクロちゃんの足はねちょっとちっちゃいかなと思います。まあ多分日本猫はちっちゃいのかな、わかんないですけど、多分勝手に僕はそういう風に解釈してますけどね。スーちゃんとレオ君は、あら優しいね、こっちに優しいんですよ。ペロペロしときながら取っ組み合うっていう。まあこの2人は本当にいい関係ですね。まあジン君の方が強いですけどね、こうやってね、ほらスキルが違うんですよ、スキルが。あー舐めてますね。そして逃げる。でりょう君一回こうやって逃げましたけどね、またね来ますからね、遠くからね。あーっとほら行った。結局やられちゃうのはりょうくんなんですけどね、まあ、そういう感じのお知らせでございました。まあ、意外とっていうかね、もうすんなり予約が取れちゃったんで、もう今しかないと思ってですね、ごめんね、本当は1歳まで待とうと思ってたんだけど、ああもうお水を入れないといけませんね。ではありがとうございました。ご報告でした。勇気が湧いてくるんだ、叫び出したい。